はい、どうも皆さん、こんにちは。藤尾と申します。To the Moon 実況プレイ、パート3、始めていきたいと思います。前回ね、記憶の、結構ね、ここから、ここまでっていう、まあ、地味な感じですけど、着々と進めてきましたね。で、フォーリバー、いい曲ですね。なんか、ずっと聴いてたら、すごい好きになりそう、これ。で、リバーとジョニーが話してたんだよね。あ、ノート。紙の作業を手に入れた。ほうほう。君のために曲を作ったんだと。ジョニーが。ノート、フォーリバーを手に入れた。このピアノの曲ですね。フォーリバー。ノート、一応見とくか。ニールは先行っちゃったんだね。もう波動拳し終わって次のところに行っちゃったんだろうな。フォーリバー。その前に送る歌。タイトルは仮なんだね。結局、なんだろう、子供たちもフォーリバーって確かに言ってたよね。この名前に落ち着いたのかな。で、紙の先、リバーがジョンにあげた。ジョニーのことだ。アーニャね。これが一番今気になるところかな。二人が世話していた人物、アーニャ。彼女って言ってたけど、ちょっとね、ジョニーのセルフ化すると、人じゃない説もあり得るからね。彼女というよりはって言ってたから、ちょっと微妙な感じなんだろうな。で、ドラゴンボールを探さないとな。どこだろう。カモノハシいるね。ベッドに。お！あれ？またこれ？裸の王様。なんか前回のパートでもさ、裸の王様から取れたんだよね。本。一回取ったら終わりとかじゃないのかな。何回も出てくる感じなんだね。こんなもんか。お、それマジか、ちょっと予想外だったわ、今のは。ちょっと注意深く調べた方がいいな、これな。まさかそこに出てくるが、予想外すぎたわ。じゃ、下に行ってみよう。ジョニーが、あ、ジョニーじゃない。あ、ジョニーか。右のやつが初めて出てきたやつだね。ニコラスって言うんだ。はっきり言うけど、これは無理だ。そうだな、分解してみるか。ジョニー、考えてみろ。僕らはピアノを動かせるような年じゃない。それでもそうしたいって言うなら、プロを呼べよ。代金なら俺が持つ。この家のために手助けするのはもう限界だ。悪いけど、これが最後だ。はぁ。結構、家計が厳しい感じなんだよね。なんだろう、ニコラスも結構もう、この家のために苦労してきたのかな。けどもこれが最後って言ってるね。オリーブのピクルス。あ、またピクルスだ。オリーブ好きがいるみたいね。ジョニーかリバーのどっちかだろうな。前の記憶でもあったから。オリーブ好きだ。オリーブからボール2つ取れたよ。オリーブ一家じゃねえか。オリーブによほどの思い出があると見える。さあさあ。5つ揃ったので、壊していこう。3、4、カメハメ！はぁ！オッケー。何がオッケーなんだろうね。はい、じゃあ行ってみましょう。準備する。ああ、またこれか。これが一番苦手だわ。もう22回とかもう、すっごい恥ずかしい数字が下に出てるんですけど。いやー、4回ね。今回は4回で行きたいな。いけるかな。ちょっと考えろ。考えろ。カットしてもいいから。早送りしてもいいから。ちょっと考えろ。さすがにね、さっきのやつ16回とか使っちゃったんだよね。16回。結構使っちゃったんだよ。考えろ、考えろ。いやー、もうダメだわ。なんで最小手の2倍使ってんの俺、マジ。8回だってさ。いやー、笑えてくるわ。考えたんですけどね、時間取って。才能がないとしか言いようがない。いやー、もう本当に恥ずかしい。ん？外に出た。
お早い到着で、8回使っちゃったけどね。お、すごい。てかいいな、このさ、ほんとさ、この風景にさ、月出てるじゃん？月出てね、この海の風景とさ、ピアノが相まってすんごいいいと思うんですけど。ちょっと見てよ、これ。あ、これあれ？家かな？建築中かまだ。よくこんな崖の近くに住もうと思ったな。家を建てる、建てない以前の話だろ、これ。はいはい。そうね、ここに住む意味あんのかな？なんでここに住んでるんだろう？こんな、海の崖の近くにさ。ん、ジョニーだ。ん、ニコラスかな、これ。あ、イザベル。違かった。ニックから電話があった。すぐに行った方がいいって。ニックってのがさっき出てきたニコラスかな？ピアノの手伝いをしてたニコラスかな？オリーブのピクルさん持ってきたわ。あなた好きだったわよね。イザベルってのは誰だろう？ニックの奥さんなんかな？リバーのこと聞いたわ。彼女、大丈夫なの？もう末期症状に入ってる。でもまだ治療はできる。でも、お金が。イザベル、この家を完成させることはできないよ。治療費を払うのでやっとなんだ。リバーは、私のことより家を建ててくれ、みたいなこと言ってたけど、ジョニーは、やっぱ助けたいよな、彼女。ここは彼女にとってとても大切な場所なんだ。彼女はきっと傷つく。助けてあげたいけど、この不況で我が家も結構きつくてね。これからどうするの？彼女には何とかなるって伝えるよ。嘘つかないでってね、リバーは言ってたんだよな。全部賄えるよって。彼女に辛い思いさせるのは嫌なんだ。いや、ジョニー分かってないな。お、イザベル、さすが。同じ女性同士だからこそ分かるのかな。君は分かってない。もし彼女がこの状況に気づいてしまったら、彼女はどっちを選ぶと思う？だから？彼女は自分の命よりもこの家を建てることを選ぶかもしれない。実際そうだったね。でもそれはリバーが決めることよ。相手がどうしてほしいかわかってるのに、相手のことを考えるふりはやめなさいよ。イージー、そんなこと言わないでくれ。イージー。僕が彼女のことを考え、ことだけ考えているって思うのか。僕はどうなる？一生、一度たりとも、我を通すなっていうのか。僕は一人になりたくないんだ。彼女を死なせるわけにはいかない。それって傲慢よ。構わんもんか。いやー、ねえ、ちょっとぐらいわがままになってもいいんじゃない？今まで多分、結構我慢してきたんだろうな、ジョニーは。崖にあるもので、つまんでくる。それから、それを彼女に渡すんだ。積んでくるかな？つまんでくる。きっと少しは気が和らぐ。そんなことしたって、あなたのやろうとすることが許されるわけじゃない。ニックが、これはあなたにって。なんだ、攻略本か？すべてうまくいくって言ってたわ。え、本当に攻略本？行くわけないよ。お金くれたんかな？
ごめん、全然わかんなかったわ。じゃ、とりあえずイージーの方に。イージー、イージー。なんかここに小瓶が置いてあるような感じじゃない？あ！出てきた、メメント。これは？あ、ドラゴンボール出てきた。あれ？じゃあこれイージー喋らないのか？喋れないのか？あら、ダメみたいですね。じゃあジョニーの方追っかけますか？ジョニーのこの状況は何とも言えない。なんか勝手に二つ出てきた。こんなんありっすか？向こうに行けないのか？あれ、じゃあ、どうやって行けばいいんだろう。ジョニーね、二者択一でしょ、これ。どっちかを選べって感じだもんね。辛いな。俺はまだそんな人生経験豊かじゃないから。そういう状況に陥ったことが、まああまりないけど。おお、また勝手に出てきたよ。歩き回ることでメモリーリンクが見つかることもある。へえ。金土。あ、これは関係ないのかな？関係なさそう。ここで行き止まりか。どっちがいいんかね、実際のところ。嘘ついてまで。あれ？車が消えた。どういうこっちゃ。嘘ついてまで彼女を守るか。彼女の願いを聞いてさ。彼女を犠牲にしてまで家を建てるか。難しいですね。じゃあメメント、もうこれ行っちゃっていいのかな。今回はニールもいるからね。ニールまたやってくれんかな、なんか。波動拳的な技を。せい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 。おー、竜巻旋風拳。旋風脚か。肝心なところ見せてしまった。準備します。はい。コンパート2回目。今度はうまくいくといいんだけどな。これは。とりあえず1個だけあるところをまず先にやっておくといいっていうのか。あ、どうだろう。考えろ。はい、残念。今回も9回。いやー、3倍ですね。最小数も、手数も。あー、ちょっとこれはマジで。練習してできるようになればいいんですけどさ。ですけどさ。いやー、このシーンだけマジカットしてもいいかなってくらいのレベルで恥ずかしいんですけど。もう、やだー。謎解きの方がまだできそう。マス目ゲーはマジ、パズルは無理だ。じゃあお前ら本気なんだ、ニコラス。ああ、数ヶ月以内には必ず、施工が始まる。ローン組んでね、ちょっと切り詰めなきゃいけないけど。でもお金はなんとかなる。ああ、リバーの病気は多分この後に分かったんだな。そっかそっか。お家を先に建てる。まあそうだよね。予定だったんだよね。そりゃよかった。こんないいところにマイホームを建てられるなんてね。確かあの灯台のそばで結婚式したんだよな。理由はそれだけじゃない。この灯台と僕らはもっと長い歴史があるんだ。へぇ。そうか。一度にいろいろいいニュースが聞けたな。二人のこれからに乾杯。ありがとう。この頃は幸せそうだな、結構。ごめんなさい、ちょっと外の空気を吸ってくるわ。すぐに戻ります。じゃあ私も。リバーめっちゃ元気そうだな、この頃は。お前と会うのも久しぶりだな。うん。近くに住んでいても、なかなか会えないものだね。
あの、リバーって子、未だにおとなしいんだな。家では喋るんだけど、イザベルとも喋るよ。君に慣れてないだけなんじゃないかな。なんだ、じゃあ俺が悪いってことか。なあ、リバーに昔の話したのか？昔の話？ああ。どうだった？見る限り、問題はない。でも、気になることがあって。あの時以来、折り紙で変なウサギを折るようになったんだ。ああ、それも大量にね。俺も昔は娘に折り紙で動物を折ってやったよ。それの何が気になる？それと同じとは思えないんだよ。確かにあの量は尋常じゃない量だったからね。彼女は一日中、ただウサギを折っている。家はウサギでいっぱいなんだ。それ、イザベルに相談したか？ああ。でも、今回は何か違うような気がする。聞いても何も答えないんだ。だけど、とても遠い目をするんだ。何かを求めるみたいに。それに、僕は何か彼女についてとても大切なことを忘れているように感じるんだ。イザベルはなんて？聞いてみたけど何も答えなかったって。そうか。じゃあ聞かれたわけじゃないけど、教えてやるよ。お前は考えすぎなんだ。学生の頃からそうだ。想像力が豊かすぎる。気にすることじゃない。そういう時に限って大抵何かある。でも、今回ばかりは多分君の言う通りだと思う。多分、俺はいつだって正しいぜ。だろ？ちょっと待った。じゃあジョニーもあのウサギが何か分かってないってことか？ウサギのことは一旦忘れましょう。それより大変な問題があるわ。ここにはメメントがない。次の記憶に進めないわ。それは問題ない。彼から引き出せばいい。どうやって？任せとけって。まずはバーテンダーのところへレッツゴーさ。ほうほう。というわけで、なんですけども、ジョニー。あれ、ジョニーがおったんじゃないのか、折り紙。とりあえず、昔のある出来事のことを話したら、リバーがそこから急に折り紙を折り出したと。なんであれを折るのかをジョニーも分かってないってことですね。はい、というわけで、時間がね、結構まあ、ちょうどいいんで、前回、前々回ね、かなり長くなったんで、一旦ここで切ろうかと思います。ご視聴ありがとうございました。ご苦労様です。お疲れ様です。続きも、よろしくお願いします。いやー、展開が分かんなくなってきた。それでは、失礼します。